付けで不起訴処分となったのは共同通信の36歳の男性記者です共同通信の発表によりますとこの記者は7月4日熱海市の土石流の現場近くで民家2棟のテラスに無断で立ち入りおよそ1時間にわたり撮影したということです共同通信は記者を開国処分としました 知見沼津支部は不起訴処分の理由を明らかにしていません。